トースポ、巨人は残り49試合で 9.5 ゲーム差を逆転して優勝した。 SB もまだ間に合う。7勝15敗と大きく負け越した7月の悪夢を振り払うためにも連敗だけは避けなければならない。8月に入り残りは52試合。長い NPB の歴史を振り返れば、2008年の巨人が残り49試合で 9.5 ゲーム差をひっくり返したケースなど、もっと過酷な状況から逆転した事例はある。志がある限り下を向いている暇はない。あの年の阪神は離脱者出て失速したけど、折は森が控えてるからな。なんで V やねん蒸し返したの。 V やねん大本営にしつこは自力優勝消滅の方を取り上げてるんやな。49試合で9点持ってとんでもないペースで勝ったんやな。そら阪神ファンのトラウマになるわ。強奪と外人頼みで勝ってた球団やぞ。ソフバンやん。それで勝てたらもう正義やん。巨人は阪神相手やん。オリックスは関西のくせにお笑い理解してないから無理やろ。たとえ自分たちだけ勝てても並走してたろって不調やし、折を叩き落としてアシストしてくれそうなチームおらんわ。ご視聴ありがとうございました。